てくれて。もうあと1回しかないんだね。小泉さんでら何チャーハン食べて、あー嬉しい、ありがとう。もう新潟帰ってきたのよ。端っこレーンだったけど2レーンだったよ。そう、あのラーメンの動画さあバズれ。バズれ。ラーメンの着ぐるみはなんかおじさんがこれおしゃべり会で着たらいいんじゃないのって言ってくれました、プレゼント。やばいよ、またこれから1週間セットリストの曲を口ずさんじゃう1週間が始まる。耐えろ耐えろ。こんばんは。朝配信アナちゃんつないで寝てたの？寝てない。朝配信の時は寝てないです。レッスンがね、やばいんですよ。
メガネどう入ってます？だからかけると見やすくなる。会場に響くポキの声すごかった。あ、ごめん、今日も元気にやらせてもらって。秋ブロックね、次の公演で秋ブロック。レーンは2レーンです。一番は玲奈さん。ママが豚汁作ってくれた。ママの豚汁を食べました。今日の夜私が最近ハマっている豚汁でございますね。きつねうどんダメだよ、食べたら。ここ1週間はそう、なんかそう、レイナさんともっちゃんだったんだけど、隣のレーンがみんなニヤニヤしてんの、隣のレーンこうやって見て、見えてるからね。そう見えてるし、こう当日券だろうなっていうので、言ってるのも見てるからね。うん、見えてる。ジョーマロンいくつか試してきた。アールグレイ気に入った。ポキはどうやって香水決め、香水大体匂い嗅がせてもらって、それで気に入ったのを買いますけど、口コミがいいやつも、万人受けしそうなやつも、まあ、適当に買ったりする。匂い香りチェックしなくても、口コミが良かったら買っちゃおうってなる時もある。客にお邪魔しに行きました、ありがとうございます。
おやすみ。動画はその衣装によったりとか、こう感覚で結構後ろにスタッフさん通ってるなっていう時はいっぱい回したりとかして、あの後ろにスタッフさんが映ってるやつを載せるのはダメなので、そのスタッフさんが後ろに映っていなくて、でしかもいい反応してるところをこう切り取ってみたいな感じ。もう一度香水の銘柄、なんかタバコみたいに言うやん銘柄。ジョーマローン、今日のは今日のはジョーマローンっていうブランドの、昨日がウッドセージ&シーソルト、今日のがハニーサックル&ダバナっていうやつです。編集は帰りの新幹線とかでこうやって、今日でも帰りの新幹線ちょっと寝てしまいまして、編集する時間があまりなかったんですが、今日は姉妹スロット切れでした。ありがとうございました。11月待ってます。ポキは男性用の香水つけたりはしないです。男性用の香水やっぱアイドルだから可愛くキュルンキュルンの香りにしたい。男性はあれかな、ジバンシーとかいいんですかね。怖いって、顔が真っ青ですよって。全然大丈夫ってか青くないし、まず伝えたい声は飛んじゃうくらい傷のいいのことだけいいんだね、ね。夜ご飯はお家で食べました。鶏ハムと豚汁を食べました。けど愛し食べたい。今日朝ホテルの朝食でしっかり白米を食べ、お昼お蕎麦をいただいたんですよ、ケータリングでね。なのでちょっとよ夜炭水化物食べるの良くないかなって思って控えたんだけど、でもアイス食べたいなって思っちゃって、でも食べないの我慢できるかもしれない。その朝食付きでなんか和食か洋食か選べますみたいに言われて、
もう私は迷わず和食、アンナは洋食。ハンバーグが3種類あったとか、ないない。そう、なんかホテルの朝食って食べたくなるじゃないですか。なんか食べたくなっちゃって、だから配信もその自分が用意できるスケジューリングこう立てた時に、昨日の夜のうちに朝ごはんをこの時間からこの時間で食べたいから、配信をちょっと早めに設定してこの時間からこの時間で、お酒も飲まないよ。ありがとう、来てくれてね。ポキちゃんお疲れ様って。あ、そうだ、ピノあるわ。なんかキャラメル味気になってこの間コンビニで買ったんだ。うわ、しゃぶしゃぶいいな。まず和と洋で白ご飯なのか、あれ食パン？パンなのかで違くて、でそしてスケジュールをもう昨日のうちにアンナに、明日は私は何時に起きて何時から何時でメイク配信をして、何時に朝食を食べて何時にチェックアウトしますっていうのを全部アンナに送って、それ通りにアンナにも行動してもらって、そしたらめっちゃいい感じだった。無駄な時間を過ごさずに、ギリギリまで寝れるし、今日楽しかったです。ありがとう。私は白いご飯が無理なんですよ。味ないと。アンナちゃんよくついていけた。でもユーナのスケジュールはそのギリギリを攻めてるんですよ。ギリギリまで寝てたい人だからね。てかそのギリギリを攻めてるから寝れるし、朝ごはんを食べれるし、デッドが決まってるからこれぐらいのペースでご飯食べたらいいっていうのもちゃんと目で見てわかるし、時計を。めっちゃ行動しやすかったって言ってたよ、アンナ。だから集合時間とかも5分前とかについて、一番最初について余裕を持って行動しました。
さすがでしょ。遅刻をしたら信用がなくなるから、いつもと枕違くてもしっかり寝れたの。あ、寝れる寝れるけどね、なんかね、起きたらね首が痛くてちょっと寝違えた。でもね、治った、治りました。君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった、正直な自分今さらログインする、学校に君がいて何話すか思いつかない。どこでも寝れるタイプ、そうです。別れたって噂で聞いた、本当かまだわからないけど、口ずさんでもいいんだよ、イコラブさんだもん、これはブースティー関係ないから。ポキちゃん、横浜に遊びできたことはある？あるあるある。帰りの新幹線は寝てましたね。ちゃんのプレートライト光るの？マッサージしてもらってお見返し したことない？一回あったかな。帰りは一人で帰ってきた、一人で帰ってきました。ハロウィングッズそんなのあるの？知らなかったんだけど。
出た、私が一番知らないやつね。ブランケットもあった。マジでわかんない、マジでわかんない。今見るね。あれ、アンナちゃんと違う新幹線で帰ってきてますので。赤ずきんクマタワーガオー、ありがとう山ありさん、気をつけて帰るんだよ、ありがとうね。ありがとう。ゆっくり休んで帰ります。本当に休みながら。おかえり、ただいま。あれれ、あ、こっちの話でございます。できました。
それではこれから私はハロウィングッズを調べたいと思います。そして今売られてる生写真が いつまでなのかっていう。おお、アクリルプレートライト初めて知った。こんなのあったんだ、知らなかった。なんかクロクロ、ブランケットだって。感じです。いい感じかは分かんないけど、黒くていいですね。私黒好きですから、黒の衣装。なんか眉毛が痛くなってきた。しっかり新幹線で寝たはずなんだけど。ハッピーハロウィーンって感じでぜひチェックしてくださいね。知らなかったんですけど、ハロウィングッズの存在なんて。新幹線で寝ててもちゃんと新潟で目は覚めるの。そうね、私はなんかこう車で寝落ちして、あの保護者の皆様に送っていただく時とか、寝落ちしてても目的地に着く直前にちゃんとって目が覚めるの。なんかね、勘がね働くんだよね、ここら辺って。メンバー案外知らないよ。そう、知らない。ハイタッチ会の詳細も知らないから。私あの車ね、今新幹線の話じゃなくて、新幹線の時は長岡で起きました。長岡ではぁってなって、そっから編集しましたね。そう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 、本日は長岡で起床しました。てんちゃい感じた2日間でした。あ、本当ですか。なんか配信とかで見てくれたりとか、公演で気になって来てみましたっていう方とかがあのいらっしゃったので、今日はこう明るい元気な
明るい元気なおしゃべり会ができてよかったです。気になって言ってみました。ありがとうございます。みはるさんから、みはるさんに撮ってもらってたんだ、ラーメンの写真が届きました。ありがとうございます。嬉しい。帰りに超こってりラーメン食べて帰宅しました。そういうの言わないでよ。今ダイエットしてるんだからめちゃめちゃラーメン食べたくなってくるじゃないですか。みはるさんめっちゃ取ったって言ってたわ。あ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。みはるさん好きです。みはるさん好きです。わあ、みんなラーメン食べてる。あー、やだ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 、言わないで言わないで。言う、グミ食べるんだから、グミグミ食べちゃう。グミ本当はダメ。うわー、みんなアイス食べてる。もつ煮いいね。お昼にインスタントラーメン食べた。私はお昼にカップラーメンの格好をしました。この前新潟駅の順で背脂多めでラーメン食べました。私あそこで背脂少なめしかしたことないわ。いいな。格好しました。強すぎ。新潟駅の順はもやしそばがおすすめ。それってさ、スタンダードなラーメンのさ、もやしがいっぱいバージョン、それとも味が違う。まず大油食べたことないです。肩もつ鍋いいよね。うわ、羨ましい。バスセンターのカレーパナップ食べてる人もいるし。もやしそばね、オッケー、食べてみる。
背脂が消化しなくなってきた。そういうのもあるよね。ユウはね少なめ、まあ普通でも全然好きですけど、なんかアイドルだから少なめにしとこうかなみたいな気持ちで混ぜしゃもじも美味しかったな。いろんなメニューあって、ラーメン食べてる時点でそんななんか背脂どうこう、背脂の量変えたとてそんなダメなんだけど、あんたラーメン食べてるじゃないって思われると思うけど、ほんのちょっと意識してんの。まぜしゃまじ行ってみたい。あの時私何食べたの、まぜそば食べたんかな。ルアとユーハと私でまぜしゃまじ行ったんですけど、油そば、ユーハは油そば食べて、私がまぜそば食べて、ルアが普通のあの野菜がどっさり乗ってるラーメン食べて、しかもなんか野菜多めとかにしてさ食べきれなかった。スープ残せばいいよ。残してるんよポキは。みんなが飲み干すんでしょ。夜遅くまでやってるから山岡やばっかりだって。それネスティ祭りのさラーメン、ゆうも食べたかったんだけどダメだったね。汁あんまり飲まなきゃ大丈夫。そのみんなそういうこと言って、調味料系は入れるの、入れない。混ぜそばも油そばもうまかったか。混ぜそば美味しかったな。なんかチーズと卵もなんかあると乗ってるやつにしたんだけど、ユウはチーズいらないなって思いました。次食べるときはチーズなしでいきます。私は駅のラーメン屋さんはコンプリートしました。あ、一元さん、あの私とゆめさんとななみさんでラーメン部で行かせていただいたところか。みんなスープ飲んじゃダメ。そう、ゆうがさちゃんとさみんなの体調のことを考えてさスープ飲んじゃダメだよって言ってんのにさ、みんなさ飲み干してしまいましたって。コメントがラーメンの話題に、ポキさんお腹大丈夫？大丈夫はない。もうラーメンのお腹でも食べない。一等屋美味しいよね。あのメンマすごいさ太いさでかいメンマあるじゃないですか。あれ歯に挟まるんだよね。お仕事なければラーメンに入れてくれますか？あんま入れないかも。ニンニク好きだけど。そういえばゆはちゃんがお酒飲んだ日、ポキちゃん動画回してたって聞いたけど、あ、回したよ。じゃあゆは一口目どうぞって言って乾杯って言って、
でも私も見せるとは言っていない。一元行ったよ、サインあった。そう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 、私行かせていただいてロケで。やだよ、かわいそうだよ、初めてのお酒たしなんでるところを動画撮られて、しかも拡散されるなんて。ユーハがいいって言ったらさ、ユーハにさ、ユーハにその動画を送ってユーハに出してもらうよ。ユーはユーハのことが大好きだから、ユーハが嫌だって言ってる、言うことはしたくないの。そう、好きな子の、好きな子が悲しむことはしちゃいけないと思う。本当に気持ち悪い、私ってば。今日も昨日も楽屋隣に座ってたんですけど、キョンかわいいねっていうのを言ってました。あのね、あの子はね、ほんとユウがずっとかわいい、今日も天使かわいいって言い続けてるからね。スルーっていうスキルを身につけました。私にないやつですよ、スルー、スキルないですけど、ユーハはスルースキルを身につけました、昨日今日で。あ、まあ、でもナースキャップかぶれないって言ってかぶせてあげたりとか、ポキと羽は両思いになってない、ユウの一方通行。それあやちゃんが見てて、ポキさんがいつもめでてるって言ってた。そう、なんか劇場公演のお見送りの時に袖でメンバーが並ぶんだけど、ユーハがひろかちゃんのことをこうちょっとよしよししたのか何だったかちょっと忘れたんだけど絡んでて、そしたらひろかちゃんがユーの方見て、ポキさんに嫉妬されちゃいますって言ってて、思われたのかって、ごめんねって。
4期生にまで気を使わせてしまう。もうね、誰がね、誰がどう見たって言うはいつもずーっとユーハのことめでてるからね、全員が知ってるんだ、ユーナがユーハのことを、ユーハにデレデレなのは。で、嫉妬した？大丈夫。本当かな、本当よ、大丈夫だし心配しないで。私はね、めでられることがないんですよ、このこれですから、この感じですし、なんかすごいなんかこう雰囲気的に可愛いとかではないので、めでられることがないんですよ、もうね、めでっぱなしね。それも悲しいですけどね。片思いの一方通行で書かれる、うん、そう、あ、我々がめでてる、あ、そういうことか、あ、そういうことかって言っちゃった。めでてるように思ってなかったわ。めでてくれてますか？ありがとうございます。私たちが見れてるようだって。イエーイ。あ、でも全然今まで通りで大丈夫ですよ。もっと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 めでてほしいとは全然思ってないです、私。今まで通りでの身内系で。いや怖いよ、 KMT がいきなりさ、ポキちゃん、ポキちゃんかわいいね、ポキちゃんいつも癒しをありがとう、逆になんか違う違う、
そうそう、そうじゃない感出てしまうから。ちゃんかわいいね。ポキちゃんしか勝たん。わお。めでてほしくなった相手に、あ、うん、そう、言うわ、こっちが。ちょっと今日はめでてほしい気分かもしれない。なでなでして、思ったことないんだけど、なでなでしてほしいとか。なつきちゃんとかたまに言う？マジ？え、みんなに、みんなにってこと？なでなでしてって。かわいい。無理言う。え？本当？え、みんなに言う、みんなに、そのあのファンの皆様に対して言うんですか？なつきになでなでしてって、配信とかでよしよししてって言ってる。すごい。すごい。いや、もう言うは無理。やだ。ちょっと自分がそういう風に言ってる自分を今その客観的にこう見た時にすごく気持ち悪くて、なんかはあの吐き気がしますので、やりません、言いませんし。上、うわ、無理。ごめんだけど無理です。本当に無理です、やりません。それを言ってほしいなら、スイスイのところに行ってください。僕マジで無理。本当にできない。本当に嫌。なんかそのアイドルになるのをためらったり、一回ためらう理由が萌え台詞なんですよね。本当にやりたくなくて、そういうこうキャピっていう感じで生きてきてないから、
拒絶反応が出てて、お話し会でも無理です、できません、そのまま帰ってこられないかもよ。そのいや行かないでとは思ってるけど、でもそういう子が好きならユナとは合わないと思うんだよね。今ポキのところに来てくれてるってことはそういうのをしなくてもいい、面白いポキが好きな人たちでしょ。そうだよ、カップ麺のコスプレが一番売れたんよ今日そういうことですよ。次回はカニですね。楽しみにしててというか、ラーメン部ですから。11時で終わろうかしら、ポキ。トゥン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 、日付が変わる前に就寝できそうですか？できないと思います。予習復習します。今日は Dancing。 おしゃべり会の合間にも練習した？それはさすがにしてない、座ってた。そう、みんながそのライブ楽しみにしてくれてるのはわかるから頑張ります。トゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥトゥトゥン。
寝ぼき。秋バージョンもね、あるんですよね。頑張ってるからピノ食べていいよ。ダメだよ。じゃあみんなも明日からお仕事だもんね。お仕事だよ。みんな頑張ってね。さ、私たちと同じようにさ、みんなもさ喋ってさ、いろんなこのところに行って着替えてたりとかさしてさ、そのおしゃべり会でさ、その推しと喋れるっていうのは嬉しいかもしれないけどさ、みんなもさちょっと疲れるんじゃないの？頑張ってん。ありがとう。では男女見ます。13位カジュポンさん、ありがとうございます。12位リーヤマさん、ありがとうございます。11位キトモエライン33サンデー、ありがとうございます。10位トッパキューさん、ありがとうございます。9位ハヤトさん、ありがとうございます。8位片山さん、ありがとうございます。7位ガーガーさん、ありがとうございます。6位ゴンちゃん、ありがとうございます。5位ひよりげたさん、ありがとうございます。4位トシさん、ありがとうございます。3位トマオさん、ありがとうございます。2位タカタンさん、ありがとうございます。1位ヤマアリさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。今日はポキの配信も11時に終わるというね、なかなか珍しいですから、皆さんも早く寝てくださいね。じゃあまた1週間頑張ろうね、みんな。おやすみ、ごきげんよう。バイバイ。